はい、山田店長のどうでもいい話です。今日も坊主でいきます。今日も3分アドリブ、ほんとグダグダで、さっきもちょっとグダグダな放送だったんで、今回もグダグダだと思いますけど、いきます。アドリブです。ドン。今日のテーマ、これです。キネクト、スター・ウォーズを語りましたってことで、キネクトって何やって。まずね、キネクトってね、XBOX の、何やったっけ、こう体でこうしたら反応するよっていう機械です分かりにくい。昨日 Amazon からバンバン来ても嫁がイライラしてたんですけど、こんな風に来ました。これがキネクトだ。イエーイ、かっけー。今更買ってます。 XBOX1 が出てる今。そしてソフトがこれです。この来ました。じゃーん。スター・ウォーズキネクト版っていうこれですね。もう簡単に言うと、こうゲームの前でこうライトセーバー持った感じでブーンブーンと振りながらゲームができるそうです。かなりクソゲーっぽいんですけど。で、もう一個買ったのがまた来ました。Amazon。そのキネクトをつける台みたいなやつですね。もう買いました。こんな感じ。なんでこれ買ったかっていうと、実は山田店長、これ買ったんですね。プロジェクター、100インチプロジェクター。これでこの間、バーチャファイターしたらめちゃくちゃ盛り上がって、でっかい画面でですね、面白かったんで、今度はこのキネクトで、XBOX で、スター・ウォーズになりきってやりたいなと。で、さっき放送したんですけど、ダース・ベイダーのコスプレ持ってるんで、これダース・ベイダーの面をかぶって、なりきってやりたいなと。実はこれで下関マラソンも走るんですけど、またその話は見てください。イエーイ。ダース・モールも大好きですみたいなどうでもいいってことで、キネクトを買ってはしゃいでる45歳の山田店長でしたということで、最後の決め台詞、一日一生、本日も絶好調で楽しんでいきましょうということで、皆さんありがとうございました。さよなら。また放送します。その模様も。バイバイ。